長様、我が財団が世界各地に送った100人の孤児のうち、生きてセイントになれたのは10人でした。わずか10人。おじい様のセイント育成計画は大きな犠牲を払ったようね。ですが、その目的のためにはやむを得ないことでした。今から召喚なさいますか？在浩瀚的星空中有众多星座，而每一个星座的背后都有守护着的斗士，寻找对应的星座，用雅典娜的能量召唤他们，为了圣域的和平而战斗吧。お嬢様、ユニコーンのジャブ、ただいま戻りました。黙れ。お前、大会への出場を拒否した上、沙織お嬢様に無礼を働いたそうだな。聖夜がただいま日本に到着しました。ギャラクシアンウォーズは予定通り開催できそうです。悪いが時間がない。クロスを持ち帰ったんだから、そっちも約束を守ってもらうぜ。姉さんに合わせろ。おだまり、聖夜。あなたの姉はあなたがギリシャに送られた後、突然いなくなったわ。なんだって？じゃあ俺のこの6年間の苦労は。聖夜、このギャラクシアンウォーズは絶好の機会です。世界が注目する中で勝ち続ければ、姉さんも気づいてくれるかもしれません。もしあなたがギャラクシアンウォーズで最後の勝者になれたら、我がグラード財団が総力を挙げてあなたの姉の行方を突き止めてあげる。お前らなんか信用できるかよ。俺は自分の力で探してやるさ。財団の力とお前個人とでは比較にもなりません。それに優勝すれば至高のゴールドクロスが手に入るのです。姉さんも守ってあげられるでしょう。クソ、
何から何まであいつらの言いなりかよ。でも今はそれが一番いい方法かもな。巨型入口在这儿哦，这里产出大量经验，点击进入吧。シアンウォーズの優勝者には88星座のうち最高位のゴールドクロスが与えられるそうだが、優勝すれば姉さんを探せるんだ。せいや、大観衆の前で倒される覚悟はいいか。へっ、激セイントと動物を一緒にするなよ。今から俺のコスモを思い知らせてやるぜ。ハンギングプレア、俺に任せとけ。行くぞ前、俺のコスモよ。アテナもお帰りになって、このサンクチュアリは平和そのものだ。ああ、宇宙の起源と同じ、全ての始まりは爆発だ。体内のコスモを爆発させれば超人的なパワーが生まれる。この俺のスピードについてこれるかな。地上の全てのセイントが召集を受けてサンクチュアリを守っている。初戦突破おめでとう、セイヤ。君は恐るべきコスモと勝利への執念を持っているようだね。シュン、お前もアンドロメダ島から帰ってきたのか。よかったな、お前が一番心配だったぜ。でも次の相手はそう簡単にはいかないよ。この大会で一番の優勝候補と呼び声が高いシリューだからね。つけてきたのか。こんなくだらない大会に出る必要はねえだろう。名声やゴールドクロスのためではない。俺は育ててくれた老師の第四に報いるために戦うのだ。ご老法で老師に出会ったことで孤児という闇の中にいた俺は一筋の光明を見た。急いで勝たねばならん。お前の自慢のペガサス流星拳とやらを見せてみろ。シリュー、お前の決意は分かったぜ。俺たちは親友だけど手加減はしない。さあ来い。くらえ。
群狼之蹴是增益技能，可为队友增加攻击。增益技能点击己方角色释放。イグゼフクラスター。行くぜ。イグゼフ。これでも食らいな。いいぜ。全力で戦うのが紫龍に対する敬意だ。だがリングの外なら命がけで助けるのが友として当然の行為だ。紫龍が教えてくれた捨て身になって初めて人は自分の全力を出し切ることができる。奇跡だって起こせるんだってな。弱点は竜の拳じゃなく戦いの最中に揺れる心だったな。完成第一章剧情啦，让我们来领取任务奖励吧。共に戦おう。邪悪を倒すために。想要了解星矢和子龙说的故事吗？跟我来吧。